今度はベネズエラに飛びます。ベネズエラのアマゾンのヤノマミという人たち、一軒家に住んでます。大体100人から150人、一家族大体これ世界中が決まってるんです。大体5、6人です、一家族というのは。平均すると農耕民でも最終狩猟民でもで、ということは100人というと20家族、150人というと30家族、そのぐらいで住んでます。これ柿、家の中入ると、これはヤシ の木で、トゲヤシって言うんですけど、このこう、あれ、あ、これこういうこれヤシの実なんですね。こうクワイに似てるような感じの、クワイってわかります、似てるんですけども、タンパク質を非常に含んだヤシの実なんですけども、これが高いところにあって、トゲみたいに五寸釘みたいに出てるんです。でこれを三角形の、道具を作ってこう登っていくんですけども、だから普通の人は登れないんですけども、もし彼らも、要するに町玄関もまず土地を売れんだって言わないんです。まあ新大陸全体大体そうですけども、土地に対して所有権を主張しません。要するに、まあ、大文字でネイチャーとか、あるいは神様だったり精霊だったりみんなのものだったり誰かのものじゃないんです。でところが、こう原始共産制化って、さっき平等でっていうけど、僕は原始共産制なんかなかったと思います。でっていうのは所有権はしっかりしてます。これは俺んだっていうのはあるんです。だけど俺んだっていうのはあるけども、何が違うかっていうと、コントロールできないまで俺んだって言っちゃいけない。だからこのヤシの木一本、野生のヤシの木なんですけど、所有権誰かにあります。最初につばたつけたやつがそれ所有権を持ちます。でも使ってない時に誰かが来て、これ使っていい使ってないんでしょって言ったら、譲らないとバカにされます、相手にされなくなります。だから所有権はあるんです。ただ物離れがいいっていうか、コントロールできないもので俺んだとは言わない。それは土地も同じですね。でそれが彼らの特徴です。それから死者が出るともう家を放棄して引っ越します。そこ疫病が流行ってる可能性があるので、だから、赤ちゃんが生まれたら素っ裸で生まれます。赤ちゃん生まれた時にもう財産があるなんてことはないわけです。だから僕は平等っていうのはほとんど僕はないと思ってるんですね。っていうのはやっぱり狩りのうまいやつと下手なやつとか、魚取りのうまいやつ下手なやつ、畑作りのうまいやつあるわけで、やっぱりうまくしてるはそれだけ豊かに暮らせばいいわけで、ただ問題なのは生まれた時に差が出てるっていうね。今の日本社会みたいな、親が大事したから大事士になるとか、そういう世界じゃない世界ですね。彼らがまさにそういう世界なんですね。だから能力あるやつはそれだけ頑張ってもらえばいいわけで、だけど生まれた時に差がつくっていうのはちょっと嫌だなって思います。でいつもこう紅の木のアチョテって言うんですけど、それで体を模様をつけてます。これ何してるか分かりますか。親亀の上に子亀を乗せてじゃないんですけど、これシラミを取ってます、お互いに。だから一番後ろの子は誰も取ってくれないっていう。だから輪っかになれって言ったんですけど、こう嫌だっつってで僕医学部に学生だった時、公衆衛生の授業で誰かシラミ見たことあるかって誰も手を挙げないんだけど、僕見ましたよって言って、どこで見たんだ、僕の紙買ってましたって言ってしたらびっくりしてました。どこでもらったんだ、アマゾンです、あ、そうかで繊維があると必ず、なんつったっけ、これあやとりがあるんですね。だから彼らもあやとりがあります。これ飾ってあるんですけど、写真展で、この子ネズミの仲間ですけど、野生だったらこれ取って
食べるおかずなんですけども、ペットにしたらもう絶対食べません。これ鼻に穴が開いてます。これ顔ペタにも穴が開いてます。夜寝るって取るんですね。朝起きたらつけます。で穴が開いてるから水含んでプーってやってってたらビジュルジュルって出てきます。ただもう開けちゃえば痛くない。耳にも大きな穴があっていろんなものを刺してますね。この頭につけてるのは実は、鳥の胸毛です。柔らかい胸毛をこうやってます。これさっきのこの子です。あ、この子がもうこの時に結婚して今は子供がいますけどね。であれ戻しちゃいけない。この子面白いですよ。でとにかく子供たち24時間男の子は特に自分の時間です。遊びまくってます。で男の子に甘いんですね。だからこの青年若い15、6の子に一緒に行こうよ、隣の村行こうよって言って半分ずつ荷物運んでって言って運ぶんですけど、途中で足痛いとか疲れたら荷物行って帰っちゃうんですね。そういう連中っていうか、これ女の子、女の子下がりみたいにしてるんです。これが未婚の印なんですね。結婚するとこれがなくなります。一本の紐になるんですね。これお母さん、一本の紐だけですね。でお母さん大変です。水汲み全部女の仕事から巻き運びみんな女の仕事で、男は何やってんだ、狩りをするから。で彼らあの物を食べるときに、ゴリラの研究者の山際さんというのが、まあ、あの今日忘れちゃったんですけど対談集、彼と対談集ができてて今日売る予定だったのに、ちょっと家に寄ってく時間がなくて来ちゃったから持ってこれなかったんですけども、彼はその人間の特徴は共同保育、共食だって、共に食べる。そうなんですけど彼ら共に食べない時に多いんです。っていうのは最終物を食べるときにわざわざ一緒に食べません。というのは最終というのは子供でもお年寄りでも誰でも時間かければできるものなんです。だからわざわざみんなで食べる必要ないから自分で取ってきて自分でしょっちゅう食べてます。完食だらけです彼ら。だけどバクとかイノシシとかシカとか取れたときは特別なんです。みんなで解体して、そしてみんなでは最初の分配やって、これは分配するけど各家庭で料理してきてねっつってまた寄せ集めてみんなで食べるんですね。ですから二度分配があるんです。一回目料理してこいっていう分配ですね。次に一緒に食べようっていう分配、その時だけは朝食です。だから普段は朝食じゃないんですね。みんなで食べません。で、だからいつも朝食じゃないんですね。でただ最終飼料民 の, 彼らのエネルギー源でいうと8割は、焼き畑か採集物です。だから女の力が強いんです。だからじゃあ女優位かというとそうでもない。なぜか、なぜだと思います。採集物食べてもお腹いっぱいなんです、カロリーは。だけど胸いっぱいにならないんです。クッターって感じしないんですね。肉を食べて初めて食ったって感じがするらしいんで胸までいっぱいになる。だから男のが存在価値が あるっていうことになってます。本当に子供たち遊んでばっかりで困るんですね。こういつも大人が遊んでくれないんです。だから遊んでくれる大人が来ると大変です。私がカモです。もうしょっちゅうついて回って金魚の糞みたいにくっついてきて、ただ役に立つことがあるんですね。水汲みです。300メートルか400メートル下まで川まで降りていかなきゃいけないんです。そこに水浴びして、それでひょうたんかなんかに水を汲んで帰ってくるんですけども、その時に彼らが争って僕の水を運ぼうとするんですね。でしめしめって運べって言って運ぶんですけども、そのうちに僕がおしっこしたくなると大変なんです。彼ら見たがるんですね。だからもう振り切ろうとするんだけど追っかけてきてみんな覗き込んで、で最後
もういいや勝手に見ろって言って、でおしっこはいいんです、うんこの時までくっついてくるからうんこだけは見られたくないんで、もう思いっきり走って振り切るんですね。でいなくなったと思ってほっとしてスーッと現れるんで、まあいいかって感じで、でハンモックっつっても最初に僕のハンモック大きいんです、彼らの、彼らはね最低限なんですね。で僕は大きいハンモックを持っていくんですけど、そうするとねみんな入っていくんです。で優先的に入ってくるのは男たちなんですよ。で男たち大体こう裸足ですから土まみれなんですね。それで紅の木で装飾してるし、あと鼻水だらけだし、だから1日経つと本当にね赤黒くなってる真っ白なハンモックが。で早く行かないかなと思って行くと子供がやっと潜り込むんですけどね、まあ最大10人ぐらい入りましたね。こうでもう1回入るとねどかないし、で女の子も女の子は24時間自分の時間じゃないんです。お母さんの手伝いすることが必要になってきて、その手伝いすることによって仕事を覚えていく。だから女の子は女性がすごい働き者です。だから荷物を担いでどっか行こうっていう時にみんなで分担するんですけども、女の人を30キロぐらい背負います。その背負い方が肩の背負うんじゃなくて首ですね。だから首がすごい強いんです。30キロですよ。30キロっていうのはどういう重さかというと、左手でやっと上がる重さなんですね。山行くとき大体30キロぐらい背負って、昔はしょっもっと重いもんですよ、40キロしょったこともありますけども、平らなとこ歩いても疲れるんですけども、それを彼らは彼女たちはしょいます。本当にね遊び狂ってるっていうか、で楽しそうなんですよ本当に。だからここに来た宣教師はやる気なくすんじゃないか。要するに彼らなんで聖書の教えを、実はね、ここに来てるこっちの空港のあるところに、新部族伝道団ニューミッショントライブっていう、福音派って分かります？カトリック、プロテスタントなんですけど聖書に戻るっていうか、トランプもブッシュ大統領も福音派の支持で大統領になってるんですけども、まあ、保守的な人たちですね。でそこに教会があるんですけども、面白くて、その神父とか牧師に対してお前なんか大嫌いだって言えるのが矢野真美だけです。気持ちいいですね本当に。ところが最近若者変わってきちゃって、食事する時にアーメンって言って食べるようになっちゃってる残念だなと思ってるんですけどね。で特に面白いのは、その彼ら神父たち、牧師たちが、ミッション捉える福音派の牧師たちが、マイアミに本部があるんで、世界中に知ってますけども、一番大切な学問は何かというと、音声学です。発音を徹底的に学ぶ。だって、日本語とスペイン語は母音が5つしかないんです。だから覚えやすいんです、スペイン語。スペイン語の辞書を見ると発音記号書いてません。そのままあいうえおでしかないので、英語だったらすごいですね。10以上発音記号あります。母音で。で、矢野真美は10いくつあるんです、母音が。だからそういうのを覚えるためには言葉をマスターしなきゃいけないんです、彼らは。で、なんと、その新部族伝道団、矢野真美で聖書を作っちゃいました。それで布教しようって言うんですね。でも僕は布教できないんじゃないかと思って、彼は興味ない。だって彼は満足してるんだもん、この生活でね。でどう見ても幸福そうなんですよ。だから何のために教えるの、聖書の教えってことになるんですけども、まあ、彼らにしてみれば宗教を知らない、なんかキリスト教のありがたい教えを知らないって言うんで、まあ、スペイン人が新大陸征服した大義名分もそれですからね。彼は宗教知らない、かわいそうな連中だ。でもそれが面々と続いてるんですけども、今すごい勢いでアンデスでも福音派が広がってます。
で困ったことが起こってん、文化人流が下泣かせなことが起こってんですけども、なぜかっていうと福音派プロテスタント酒飲まないんです。酒飲まないと祭りがなくなるんです。祭りに一番文化が消失するんですね。ですからもう文化人流泣かせになっちゃって、祭りやらない、 酒飲まない、だから行っても面白くないってことになっちゃう。で、そういう世界ですね。でもっと進んでいくと、まあ、ピダハンという人たちは過去も未来もないっていう人たちですね。文法的にも過去形未来形がない、だから先祖崇拝がない、だからあとゴリラチンパンジーさんも一番近い類人猿、我々に一番近いわけですね、遺伝子的に。で彼らでさえも木から落ちたら後悔しません。我々だったら木から落ちて骨折したらどう思います、あの時木に飲まなきゃよかったなんですけども、ゴリラチンパンジーは折れちゃったらそれを受け入れて生きていくんです、後悔しません。彼らも過去形がないからです。でそういう人民族もアマゾンに一ついるんです。彼らだから後悔しないし、未来もないから不安がない、だからそこに行った宣教師は宣教師辞めちゃいます。彼らいつもニコニコしてる、楽しそうだし、宣教してもしょうがないんじゃないかって無神論者になって、言語学を学んで、そして彼らが未来形も過去形もないっていうことを分かる、発見するんですね。色もないんです、方向もない、だから葬式もなりません、別にっていう、もう過去の人なんです、もう死んだら。ちょっと我々には考えにくいけども、でも本当に幸せそうだから、本当だって真面目な宣教師ですよ。それが無神論者になって、奥さん家族と一緒に来てたのに家族が呆れてアメリカ帰っちゃいましたけどね、離婚して、まあ、一人なんですが彼は。でそういう、まあ、僕なんかは目標を持って生きるっていうのが当たり前だと生きてました。彼らのこと知ってもかなりショックでしたね。目標なんか持たないでいるという人たちが、それで幸福に生きている人たちがいるっていう、もう本当に小さい頃から自分の体に合わせて弓矢を、でこういう時カエルとかトカゲを打ってそれを食べちゃいます。これにらめっこ、女の子同士ですけども、顔表情変えたら負けなんですね。みんなこうしつこいんですよ、笑わない、顔表情変えないんですね。本当に楽しそうでしょ。もう本当に可愛いったら、これ大人たちですけどね、子供みたいですけどね。これみんな矢野間に関してはFacebook 出すと全部消されますっていうか、ストップかかります。ヌード写真だ、 AI が多分判読してんだと思うんですけども、これ祭りですね。祭り、隣の町に自分の裏で、共演って言って祭りをします。で狩りをしてたくさん肉をみんな招待して、同盟関係を強くするんですけども、その結びつく強くするために面白いことをやっていて、この彼らに必要なのは3つあるんですね。ハンモック、タバコ、あと弓矢の矢の原料、これイサナっつってまっすぐじゃなきゃいけないんですね。それを栽培してるんです。それを3つの村がそれぞれ、1つの村はハンモックの外流コットンを作らない、1つの村ハンモックも作らない、1つの村はタバコを栽培しない、1つの村はイサナっていう矢の原料を作らない。何が起こるか、攻撃するしかないんです。それすることによって関係性を密にするということをやってます。これ祭り、もういろんな動物だって言うんですけどね、蛇にしか見えないんですけど。で彼らは神話があります。起源神話っていうのもあって、例えば彼らどうして生まれたか。っていうので、実は神様が月に向かって矢を射ったんですね。そしたら当たっちゃったら月から血が滴り落ちて、矢の豆の血に滴り落ちて、そこから生まれたのが矢の豆。
だから我々は月の子だって言ってるんですね。そういう創造神話があります。で、面白い、みんな起源神話知ってどうやってできたのっていうのが物語があって、ワニが持ってるったんです、昔火を。ところが口の中にあるのでなかなか取れない。で、みんなが取ろうとするんですけど、口開けてあくびした時にパッと取ろうとするんですけど、またすぐ閉じちゃうんで、なかなか火が取れなかったんですけども、あるちっちゃな鳥がですね、ワニの頭にうんこしちゃったんですね、あの木の枝から。そしたらみんなが笑っちゃって、あのワニもケタケタケタって笑って口を開けた時に火を取ったっていう、それが火の起源だっていうね、そういういろんな全てのものに起源があるんですね。それで民話ができています。で、彼らは共演の時にこうやって、これあの訪問客を呼ぶんですけども、訪問客が来た時に一斉に中庭を踊るんです。で、あのこう関係性を密にするんですけども、最初言わなかったけど、実は彼らの家の中が我々と逆、我々は家の中がプライベート空間ですよね。で、外がパブリック空間ですね。彼は逆です。家の中がパブリック。え、じゃあプライベート空間どこか、森です。で、どういうことかっていうと、この家の中パブリック空間ってことは、じゃあ森でプライベート空間って何をするかというと、出産、その前に夜の姫ごと、それから排尿排便、これ全部森です。だからプライベートですから。村ではこうやって踊りを踊ったり、あと寝るのはあれです。で、人間の動物と違うところは何かっていうと、食べ物とか、食べ物と食べるって大事なことですね、生きるために、あとこうセックスが大事です、子供を作るのに、生産するために。で、実は動物たち見れば分かるんですけども、犬見てると分かる、そこら中であの春になると交尾してますよね。隠さないわけです。他の動物も交尾は隠しません。だけど食べるは隠すんです。なぜだか分かります。要するに誰に取られるか分からないから、とにかく安全なとこ持ってって食べるわけです。これが動物なんです。人間はどうですか。逆です。食べるのはおっぴらにみんなに見せて食べる。だけど姫ごとは隠れてする。だからこれ動物と逆なんですね。これが人間の特徴です。で、その人間の特徴の部分、あの隠す部分を森の中でして、こういう隠さない部分、だから食べるはここでパブリック空間でやります。綱引き得意なんですね、彼ら。で、こうツタ、長いツタを、これ勝負はね、何ですか、あのちょっと引っ張るって、あの真ん中に紐ついけてって、こっちに寄ったら勝ちですよね。彼は違う、これを全部持ち込まなきゃいけないんです、自分の陣地に。で、勝ちなんですね。こう本当に大の大人がもう子供が始めるんです。最初もう大人が奪い取っちゃって、大人が必死向きになってやってます。で、まあこれもフェイスブック載せると、あ、おちんちんが見えてるって消されますあ、これで終わります。